はい、もう最初から確信というか聞いてしまいますが、アナーキーと無常はどう違うでしょう。アナーキーと無常、はい、アナーキズムですか。はい、アナーキズムはあのいろいろあるけれども、あのお互いがその要するに助け合ったりするアナーキズムもあるわけで、あの物を破壊せよっていうアナーキズムもあるけれども、合助というつまり助け合いのもあるわけで、いろいろあるんですよ。助け合いですか。だからそういう、アナキズムの感じからいくと、無常ってのは別に関係ないわけで、それとそのあとはあの何て言いますか、もう荒いものを否定的にノーっていう、山口賢治っていうあの戦後では一番有名なアナキズムがいたんだけど、彼はアナーキズムの基本は何でも否定することだって言ってたけれども、まあ、そういうもので無常との違いというか、まあ全然違うわけで、無常というのは何て言うんでしょう、まあ一番有名なのはね、あの、物には命があって、あと猫やうちの親しい人が死んだ時にその無常感を感じるようになって、そういうその儚さなんだって、でもその無常は情けがない方の無常になってしまうんではないでしょうか。そうよ、すねならざる方の、そうよ、アーム上の無常ですか。アーム上の無常、仏教でいう無常とアナーキズムとの違いみたいなことを、いやだから今アナーキズムについてはそう答えてしまったので、はい、仏教の言う無常も答えてしまったので、アーム上の無常、情けの方を言うの。いや違います。うん、あんま考えてもないですね、無常とアナーキズムについて。じゃあ先生の言うアナーキズムの方を定義は、僕は別にアナーキズムを言ったことないです。寺山修司さんがアナーキストだというふうに言ったと何かで見ましたが、あ、これはあの寺山さんが私があの大杉栄と石川三四郎のアナーキストについて話しているときに、寺山さんご自身がどっちかって石川三四郎タイプだねと、まあ、破天荒な大杉栄よりは、まあ、石川三四郎は破天荒って破天荒なんだけども、そっちだねって言っただけで、ああ寺山さん僕は何の質問してないのに、アナーキストの方だの2つのタイプの1つというのか、自分のことそう思ってるんだなと思ったわけです。先生の話があったんで、はい、あの寺山さんアナーキーって言われたけれども、アナーキストと自分を自覚してる面もあるんだなというふうに書いたことがあるかもしれない。先生の戯曲の作品はアナーキズムではないんですか。作品というのは、どんな形であれある一つの思想を統合するために書くものではないです。基本ですから。
主義主張ではないと。宮田賢治が最近研究されて北中海っていう法華経のちょっと過激な集団にいたっていうことが明らかになってですね、石原幹事がいたりしたんですけれども、その北中海の教えをその童話にしているのではないかという説が出てきたんだけれども、僕は最初に小学校の時宮田賢治を読んだ時の印象は、あ、終結したっていう印象だったよね。その後そんなに詳しくなかったんだけども、やっぱりそういうふうに言われる面はあるっていうのは非常にすんなり分かりました。だからそういう作品を書く時にその一つの主義主張を求められるために書いたりするっていうことは、その宗教の人とか、それから、ロシア革命の後のソ連の管理体制が厳しくなった頃のスターリン体制で社会主義のために、社会主義革命のために作品を書くという、プロレタリア、ブロンガプといいますか、そういう人の作品があったけれども、そういうのダメだと思ってます。私の作品の中に、なんだかを、そういう人的なものが入っているというふうに、思われる面があるかもしれないけれども、それのみを主張するためには書いていないし、その中では恋愛もあれば、精神もあれば、いろんな要素があるわけで、人との別れもあれば、出会いもあれば、そういうトータルなものとして作品を提出しているのがあって、一つのところだけ取り出して語られてもちょっとまあ、語る人の自由だからあれだもん、言いませんけど、私はそういう様々な要素を入れながら作品を書いてるんですけど、先生の作品はかなり構成というか時間系列が複雑というかバラバラですが、それは夢の時間構成と似たところがあるのでしょうか。全く夢は関係ないですね。私夢あんまり見ないですね。見てるんでしょ、忘れてる人なんで、つまり夢見るったって、月に1回ぐらいしか見ないんで、ただ私子供の頃見たんで一つだけ記憶にあるのは、私はおろしハンバーグとライス、なんか時代劇風の夢を見て、その夢の中で指をこちら向けて構えてるのは小学校の同級生だった、びっくりしたことがあって、この夢のワンシーンがよく覚えてますね。だからそれが原因としてなんかあるのかもしれないけども、別に夢自体を、作品にしたりしたことが、蛭子能収さんという漫画家はね、夢を見てそのまま夢通り書くんだって言ったら、最近見ないから困ってますよね。杉吉春さんが夢の世界を具現化したというか漫画に書き写してますか。まあ、ネジ式はそういうふうに言ってたような気がしますけどね。ネジ式って作品ですからね。まあ、あれは不思議なもんですね。ただ私はどちらかっていうと、手塚さんのキャプテン剣っていう作品が小学校で連載中に読んでたんで、それが未来の世界から少年がお母さんが病気になったんで、そのお母さんが病気になった理由っていうのは、火星人と地球人の間に戦争が起こって大量爆弾が爆発したせいだっていうことで、戦争を阻止するためにタイムマシンにして、お母さんの少女時代に実現するという話なんですよ。それでお母さんとそっくりなんで、お母さんがキャプテン剣ではないかとか、そういうふうに最初は錯覚されたりしますけど、キャプテン剣は未来から行ったために無法者ということで、
警察から追われる存在なんですね。最初は地球が舞台ですけど、その後火星で始まりますね。この作品のラストが良かったんで、トリカさんで一番好きなのキャプテンで、トリカさん前世紀っていうのはキャプテン系の前がゼロマンっていう、これは、リスが進化して人間になったのがゼロマンで、まあ、猿が進化して人間ってことですが、そのリス人間と、つまり今猿人間との、まあ、そこに戦争を起こりますけど、この辺が結構その前世紀だと私は思ってます。でもその後は勇者団っていう虎と少年の物語ですね。その後がワンダースリーですね。でもゼロマンキャプテン犬がピークだと思いますね。はい、どうもありがとうございました。